皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。では、かまいたちの夜3、続きやってまいりましょう。では、けいこちゃん編をね、引き続きやっていきましょうで、けいこちゃんがね、部屋の鍵をなくしたから応接室に一人ポツンと座っていて、そこに三木本さんだけがやってきましたね。俊夫さんもいるんやけどね、そばにね。かなこちゃんは部屋に置いて、三木本さんだけがここにいる状況で、で、なんか話しましょっかって。なんか B はさ、スッて流されそうじゃない？なんか、どうなんやろ？どこまでさ、選択肢がストーリーに影響するんかがわからんねんけど、B を選ぶことで、この二人が部屋を抜けるのであれば、またそこで俊夫さんルート変わるやんか。B。ちょっと二人きりでお話ししませんか？気持ちが思わず口をついて出た。ああ、いいけど、後にしてくれないかな。まだ着いたばかりで落ち着かないんだ。気分を害したというわけでもない様子で三木本さんは言った。少し先走ってしまったようだ。そうですね。じゃあ、そうします。なんとか笑顔を作って答える。ごめんね。お腹も空いちゃってさ。あ、もうすぐですよ、夕食。私たちももうすっかり腹ペコ。ね、俊夫さん。和気あいあいとした雰囲気作りのために、目の前の壊れた人俊夫さんのこと壊れた人やと思ってんの？が、目の前の酒臭い男はいつの間にかまた自分の世界に入り込み、苦虫を噛みつぶしたような表情で虚空を睨みつけていた。じゃあ、夕食が終わったらみんなでナイトクルーズなんてどうだい？デッキに寝そべって見上げる星空はなかなかのものだよ。本当ですか？すごーい。かなこちゃんともやったんやろな。突然、俊夫さんが立ち上がったので、私と三木本さんは二人してぎょっとした。どこに行くんだ？三木本さんが言うと、俊夫さんもぎょっとした表情を返してきた。あ、いや。あ、そうそう、トイレだよ、トイレ。俊夫さんは逃げるようにして応接室を出て行った。大丈夫なのか、あの人は。三木本さんも同じことを思ったらしく。大丈夫か、あいつ。心の底からいぶかしそうな声でつぶやいた。二人きりやん。すぐ戻る。俊夫さんは妙にすっきりとした顔で戻ってきた。ほどなくして2階から誰かが降りてくる足音が聞こえる。かなこだろうか。と思ったけど、そうじゃなかった。よう、トールくんか。ようやく揃ったな。ん？君一人か。彼女はどうした？三木本さんが言うと、トールさんは。ちょっと春子さんのお手伝いを。どうもご無沙汰しています。デレッとにやけただらしない顔で挨拶をした。かなこちゃんは？トールさんにまた同じことを聞かれて、私はげっそりした気分になる。ちょっと気分が悪いらしくってね、部屋で休んでるよ。三木本さんが答えてくれた。そうですか。多少心配している感じの言い方だったから、今度は腹は立たなかった。それにしても、なんだい？あの香山さんの声は。祈祷だかなんだか知らないけど、聞いてるこっちがおかしくなりそうだよ。私の様子を気遣ってくれてか、三木本さんは話題を変えた。三木本さんも聞きましたか？トールさんがまただらしない笑顔に戻る。ああ、あんまりうるさいから文句でも言ってやろうと思って、さっき管理人室に行ったんだけどな。邪魔するなって追い返されたよ。三木本さんはそう答えて微笑んだ。髭の下から白い歯がちらっと覗く。私は複雑な思いでその表情を観察した。そんなええ男なん？なんかそうとは思えんのやけど。なんか人間、
危機感を、なんていうの、危ない状況になるとその人の本質が見えるっていうけど、その面で三木本さんって、そうかって思うんやけどな。まあ生命力はあるかもしれんな、でかいし。格闘技習ってたから。お、みんな揃ったようやな。トールさんの背後から、加山さんがニュッと顔を出した。食事もそろそろできたみたいやし、食堂の方に移動しようか。私たちは加山さんを先導にして食堂に入った。春子さんとマリちゃんがワゴンを押して食事を運んでくる。とても美味しそうだし、その上ずっとお腹を空かしていたので、自然と口の中に唾液が広がった。若い人は物足りないかもしれませんけどね。一応お精進にさせてもらいました。お精進、供養の席だから当然といえば当然だけど、私はどちらかといえば、もう少しこってりしたものを食べたい気分だった。そう、例えば、照り焼きマックバーガーとかな。和牛霜降り肉の分厚いステーキ。トロトロに煮込んだ豚の角煮。豚骨ラーメンに焼き餃子。たっぷりバターを使った鮭のムニエル。濃厚なクリームのカルボナーラ。名古屋コーチンの手羽先唐揚げ。私ね、あんまりカルボナーラ好きちゃうねんな。なんか生クリーム系の食べ物あんまり好きじゃなくて。そんなことを考えていると、お腹が限界を突破してしまい、ぐーっと下品な悲鳴を上げた。もうこの際何でもいいから、お腹いっぱい食べられればいいや。みんなよう来てくれたな。食べながらでええから聞いて。加山さんがそう前置きして、何やら説明し始めた。いざ食べ始めると、すぐに加山さんの話だとどうでもよくなり、ほとんど耳に入らなくなる。大事なことは後で誰かに聞けばいいと目の前の食事に専念する。ごま豆腐に生アフの田楽、山菜の天ぷら、湯葉春巻きなどなど、しっかりした味付けとなかなかのボリュームに、なかなかのボリュームのご馳走は私の舌と胃袋を満たすのに十分だ。夏美の声が耳から離れへんねん。助けてくれ、助けてくれ、言うてな。あ、丸飲みした。美味しい。このごま豆腐も、春子さんの手作りなんですか？プルンとしたごま豆腐は、口の中に入れると、とろりと溶けて、ふんわりとごまの香りが広がる。そうです。すごーい。京都の料亭みたい。せやからわしはな、私でも作れますか？ちょっとごまをするのに根気がいりますけどね。レシピを書いてあげましょうか。あ、私もお願いします。体力を持て余してる人もいるし。何はの根性で。これも美味しいですね。なんていう山菜ですか？トールさんが美味しそうに山菜の天ぷらを食べている。あ、なくなった。私もつまんで口に入れた。なんやろね、菜の花かな？あ、タラの実か。あ、タラの芽か。あ、そうやな。あれやね。菜の花はもっと前やな。春先とかやったっけ。私ね、菜の花めっちゃ好きやねんな。旬じゃないから冷凍物なんですけど。タラの芽？タラってあの魚の？タラの木っていう木よ。その木の芽。そんなことも知らないの？まだまだ勉強が足りないわね。タラの芽は私も大好物だ。ほんと美味しい。わしはきっぱり言うたった。何本までまかるってな。鰹節も使ってないんですか？本格的ですね。金が惜しいわけやない。金が惜しいわけやないんや。せやけどな。これってうなぎのかば焼きじゃ。としおさんがかば焼きに箸を伸ばした。私もつまんで口に入れた。あ、それは豆腐と海苔でうなぎに見立ててあるんです。豆腐と海苔、とてもそんな風に思えない。君らわしの話聞いてへんやろ。と、まあ、だいたいそういうわけなんやけどな。満腹になったところで、加山さんのくどくどとした説明が終わったみたいだった。
あ。これ多分聞かんねやろな、話。まあでも、どうなんやろ。ここまででさ、佐伯くんと俊夫さんで、話聞いてるから、B 選んでもいいかな。さ、デザート、デザート。私は期待に胸を膨らませた。しかし、春子さんもマリちゃんも一向に席を立つ素振りを見せない。まさか、デザートなしなんてことは。それにしても、よくまあ同じように復元しましたね。現場検証で来た時には、津波のせいで内装はひどいありさまでしたけど、俊夫さんが感心したように言う。一から建て直しとなると話は別やけど、建物自体は頑丈なもんでな。基礎はほとんど問題なかってん。内装は三木本くんがたくさん写真撮っといてくれたから、それ参考にさせてもらったんや。そう、私がね、これさ、建物の中にさ、水は入っていないはずやのにさ、津波の被害にあったのに内装はどうのこうのって、こういうのもなんか勘違いさせる要因やと思わへん。内装関係ないやんって。外側だけでしょ？このシャンデリアや、このシャンデリアや、そこにある暖炉なんかも結構な値がしたんじゃないですか？暖炉の方は装飾用とはいえ、作りがしっかりしてたから、全く手つけてへんねんけどな。シャンデリアはなかなか値段ふっかけられたわ。あ、そうか。暖炉、作りしっかりしてて手つけてないから、工事業者とかに、何も聞かせてもらえなかったってこと？暖炉も手を加えてたら、ここに隠し通路ありますよぐらいは、業者さん教えてくれそうやもんね。でも2階隠し部屋？その、暖炉と2階をつなぐ隠し部屋みたいなやつ。なんかあれすら工事業者気づかなかったんかなって思うとちょっと疑問やけど。いや、持ってやったかな。このシャンデリア、いらなくなったら譲ってくれませんか？トールさんがもみ手をしながら言った。もうトール？マリちゃんが隣から小声でたしなめる。シャンデリアなんてどうするんだろうと思っていると、カヤマさんも尋ねる。せやけど、こんなんどうするつもりやねん。シュプールの食堂に取り付けるんですよ。すごくいい雰囲気になると思うんですよね。いりません。マリちゃんがピシャリと言う。じゃあ、シュプールの僕の部屋に。いりません。こんなトンチンカンな人がパートナーだなんて、マリちゃんも案外苦労しているのかもしれない。いいと思うんだけどな。名残惜しげにトールさんがつぶやいていると、俊夫さんが口を開いた。一晩泊まるだけならそっくりにしなくったって別に良さそうなもんですけど。もともとお盆チューンは死んだ人間が戻ってくる時期やろ？生前のままにしといたった方が戻ってきやすいんちゃうかと思ってな。なるほど。何かの本で霊は物につくと書いてあったし、私もそれはそうかもしれないなと思った。ドアにお札みたいなものが貼ってある部屋がありましたけど、トールさんが尋ねた。それは私も気になっていたことだった。あれは絶対剥がしたらあかんで。島の呪いは物ごっつい強いものやからな。それを解くには相当なエネルギーが必要なんや。そのエネルギーを貯めるために魔法陣組んであるんやからな。絶対剥がしたらあかんで。呪いに魔法陣。さすがにそこまで行くとちょっとついていけない気がする。というよりも、私は例のあのことで呪いも魔法陣も試してみて、ちっとも効果がなかったことを実証している。そういえば、かのこちゃんはとうとう降りてきませんでしたね。大丈夫なんですか？マリちゃんが問いかけたのは私ではなく三木本さんだった。大丈夫だと思うけどね。当然答えたのも私じゃなくて三木本さんだ。三木本さんは不審そうなトールさんの目つきに気がついてこう言い添えた。実はかなこちゃんは今僕のアシスタントをしてくれてるんだ。胸にズキリと痛みが走る。もちろんそれだけの関係じゃないことはみんなもうすうすわかっているだろう。アシスタントだなんて言ってもかなこにはまだ大したことなどできるわけがない。
そう、かな子にできることと言ったら。私は頭から不快な想像を追い払った。へえ、じゃあ OL は辞めちゃったんですか。うん、写真の仕事に興味を覚えたらしくてね。そうですか。マリちゃんもそれ以上聞くのは遠慮したようだ。でもこんな美味しい料理を食べ損なうなんてもったいないですよね。何か食べられるようでしたら軽いものでも作ってお持ちしますけど。春子さんが三木本さんに聞く。ありがとうございます。それじゃお願いします。トールさんが三木本さんに質問した。かなこちゃんとはどのくらいになるんですか。余計なこと言わないの。マリちゃんが的確にトールさんの脇腹をつつく。全くもっとちゃんと教育しておいてほしい。トールさんは何でもかんでも首を突っ込みすぎる。え、どのくらいって言ってもまだ半年くらいかな。うん、よくやってくれてるよ。まだレフ1持ちとか買い出しとかその程度のことしか任せられないんだけどね。すいません、なんかねこのページに差し掛かった途端に猛烈に鼻水が出だしてちょっと鼻声かも。三木本さんはかな子のことをあまり話したくないようだった。チラチラと遠慮がちに私の方を気にしている。気を使ってくれているのだろうか。なんや、君もあんまり食欲ないんか。不意に香山さんが敏夫さんにそう話しかける。話題が変わってくれそうなことにほっとしながら敏夫さんの方を見てみれば、確かに半分近く料理を残していた。すみません、料理は本当美味しいんですけど、あんまりそういう気分になれなくて。だってそうでしょ、もともとここは不気味な場所だし、たくさんの人が亡くなった。それに緑は。敏夫さんの言葉で私は去年の出来事を思い出し、気分が重くなってしまった。わしもな、ここに来るといろいろ考えてまうんや。もし夏美がマニキュア盗んだりせんかったら、あいつは死なんで済んだんちゃうかとか、そもそもわしがあいつをここに連れてこんかったらよかったんかとか。ほんとそうです。もし緑があの吹雪の夜買い出しに行ってなかったら。みんな同じだ。過去のことを忘れられずに同じところをぐるぐる回りながら苦しんでいる。トールくん、ここなぁ。ここ、敏夫さんルートで言いかけたけど、じゃあ言ったんか。敏夫さんルートで判明したか。あれやね、本当は緑さんじゃなくて敏夫さんが買い出しに行く予定やったけど、佐伯くんが階段から転げ落ちたかなんかで、その解放に敏夫さんが当たらないかんなって、みどりさんが出かけたよな。うん。そういえば僕、この前シュプールを手伝っている時にワインセラーで鍵を拾ったんですよ。期待していた答えと違っていたのか、敏夫さんはポカンとした表情になった。なんか恵子ちゃんパート結構ポップやな。不思議なことに、この三日月館で見かけるのと同じ、岸猿家の紋章がついていたんです。この館のどこかの鍵じゃないかと思って持ってきました。これなんですけど。トールさんは鍵をポケットから取り出してみんなに見せた。ほら、なんかな、こういう効果音がすごい多いのよね。その時、私は肝心なことを思い出した。今、この場でちゃんと報告するべきだろうか。え？でもみんながいるところで言うのはちょっと恥ずかしい。とは言っても、香山さんはまた管理人室に閉じこもってお祈りを始めるかもしれないし、そうなってからでは言い出せ、鍵いなくしたこと？恥ずかしがってんの？やっぱり今言っておくべきだと思った私は、おずおずと話に割り込んだ。なんや。実は部屋の鍵をなくしてしまって。鍵を？ええ、気がついたらなくって。落ちてそうなところを探したんですけど見当たらないんです。そっか、マスターキーがあるからな。開けるだけやったら簡単なことやけど。予備の鍵とかないんですか？あれへんよ。どこの部屋の鍵も一個しか作ってへんもん。どうしてです？どうしてって君。
金かかるからに決まってるやん。荷物は取り出せると思いますけど、マスターキーだったら返さないとダメですよね。部屋を変えてもらってもいいですか？私がそうお願いすると、それはあかん。そんなことしたらえらいことになる。マスターキーはそのまま持っとってもらってええから、部屋は変えんといて。加山さんは目を向いて拒んだ。でもあれやね、やっぱ恵子ちゃんルート進めてたら、春子さんと恵子ちゃんが一緒になってなんかしてる感じはないね、今のところね。あなた、それはちょっとどうかしら。マスターキーは一つしかないんでしょ？春子さんがたしなめるように言う。せやけど女の子やし別にええやろ。トールくんやったら何するか分からへんから嫌やけどな。どういう意味ですか？別にみんなケイコちゃんがマスターキー持っとってもええやろ？もうだから私のネイティブ関西弁に直しちゃってるけどもういいよね。加山さんのさ、喋り方もやっぱりおかしいんやもん。ネイティブにちょっと変換していくよ。みんな顔を見合わせたが、誰も異議を唱える人はいない。マスターキーは私が。え？チャンス危険？いや、今のケイコちゃんのやったら危険でいいよね。なんかあれやな、なんかいろんなシチュエーションが重なって途中からいけるって思ったパターンなんかな。なんか相当イレギュラーやもんね、ケイコちゃんが鍵なくしたのって。これって危険？もし誰かの部屋の荷物がなくなったりしたら、マスターキーを持ってる私が真っ先に疑われるんじゃないだろうか。もちろんありえないと思うけど、もしまた去年のように事件が起きたら。そう思うとやっぱり躊躇してしまう。でも鍵がなければ自分の部屋に入ることもできない。どうしよう。よっしゃ、ほんならそれで決まるやな。そのうち部屋の鍵も見つかるかもしれへんしな。考えているうちに決まってしまった。そろそろ飲み物を用意しないといけないわね。ほうじ茶の他にコーヒーや紅茶もありますから、お好きなものを言ってください。恵子ちゃん残念やな、デザートはないようやで。春子さんはみんなの希望を聞いて食堂を出て行った。私とマリちゃんは紅茶を、残りのみんなはコーヒーを飲んでいる。これって何か特別な入れ方をしたんですか？トールさんが感心したように言った。いえ、ペーパーフィルターでドリップしただけです。お湯の回し方には多少コツがありますけどね。こっちの紅茶もほんといい香り。こんなの初めて。あ、それはちょっといい葉を使ってるからでしょうね。私の手柄じゃないの。ダージリンの一種なんだけど、摘み方が特別でね。ああ、私ね、紅茶って、ねえ、なんかすっごい美味しい紅茶って飲んだことないかな。なんか、あるお店のロイヤルミルクティーはめちゃくちゃ美味しいって思ってんのが一個あるけど、そのストレートの紅茶で美味しいって思うのに出会ったことがないから、結局コーヒーにしちゃうのよね。なんかすっごい美味しい紅茶って飲んでみたいな。はい、どうぞ。おおきに、ありがとう。春子さんが紅茶を入れ、加山さんに差し出した。リンゴのような甘い香りが鼻孔をくすぐる。カモミールティーや、夏美が好きやってんな。夏美さんの写真を立て、線香まで焚き出す。私は一年前に見た光景を思い出してゾッとしたが、加山さんはにっこり笑って、私たちを見回す。いや、新曲祭のもどうかと思ってな。食後のティータイムにみんなで談笑しながら、夏美の追善という趣向や。まあせいぜい拝んだってや。私たちは変わる変わる席を立ち、夏美さんの遺影に線香をあげた。そう、あれは冬も終わりかけのある日、とあるゲレンデでのことでした。突然語り始めた加山さんの声が食堂に響き渡る。
どこかで聞いたような話が、どこかで聞いたような調子で続いていく。それってどこかで聞いたような。ええから黙っとき。長々とした話は、皆が証拠を得るまで続いた。そうそう、片付けはみんなでやってや。春子一人やったら大変やからな。加山さんがそう言うと、男性陣は露骨に嫌がる表情を浮かべた。それだったら徹に任せてあげてください。料理はまだまだですけど、洗い物は毎日やっていて得意ですから。徹さんがしぶしぶ承諾するのを聞いて、私は内心ほっとしていた。今の私の状態では、また怪我をしたり、お皿を割ってしまったりしかねない。それに、できるだけ、誰とも一緒にいたくないという気持ちもあった。そうなの？かなこちゃんのこと聞かれるの嫌やから？夕食後、私はマスターキーを受け取りに、加山さんのいる管理人室に行った。加山さん編さ、さーって流しちゃったから、ちょっとなんか不安というか、覚えてないな。そういえばこのあったよな、加山さんがお祈りしようとしたら、かなこちゃんちゃうわ、けいこちゃん来てって。ノックすると、あ、けいこちゃんか、空いてるで。加山さんの大声が聞こえてきた。失礼しまーす。扉を開けて中に入ると、奥の畳敷きの部屋に、物々しい祭壇が見えた。これからまた祈祷を始めるつもりか、加山さんが正座して、熱心に何かの本を読んでいる。鍵はそこにかかってるから、勝手に持ってってな。あ、管理人室って書いてる鍵はこの部屋のやつやからな。持ってっても使われへんで。マスターって書いてる本を持ってってな。加山さんは本から目を離さずに言った。はい、じゃあそうさせていただきます。私はマスターと書かれた鍵を手に取った。加山さんに一声かけて部屋を出て行こうとしたとき、ふと祭壇の中央に飾られた夏美さんの写真に目が止まった。ああ、夏美さんの家に、これちょっとあれやね、史実と異なっていくね。ええ、しとくか。私はここでも一応夏美さんの遺影に手を合わせた。1年前、襟巻きで首を絞められ、手首まで切られていた夏美さん。誰よりも早く犯人を知ってしまったがために殺されてしまったなんて、皮肉もいいところだ。思い返すたび気の毒だったと思う。その姿が生々しく蘇ってくる。なんや？どうかしたんか？私の視線に気がついて、加山さんが顔を上げた。あ、いえ、何でもありません。じゃあお借りします。あ、せやせや、忘れるとこやった。トール君に会ったら言うといてくれへんか？例の鍵、地下室のやと分かったから、今から一緒に探すの手伝ってって。鍵見つけたんはトール君なんやし、彼にも権利があるさかいな。先に地下室で待ってるって言うといてくれる？わかりました。伝えておきます。あ、恵子さん。管理人室を出ると、厨房の方からそうめんを乗せたトレイを持った春子さんがやってきた。涼しげな器に盛られたそうめんと薬味を見ると、お腹いっぱいのはずなのに、まだ食べたくなる。ちょうどよかったわ。かなこちゃんに軽いものを用意したから、部屋まで運んであげてくれないかしら。私はかなこの名前を聞いて、条件反射的にためらってしまう。でも特に断る理由もなく、むしろ友人である私が持っていくのは当然のような気がした。はい、わかりました。わざわざどうもありがとうございます。階段を上りながら、加山さんと夏美さんのことを考える。春子さんがちょっと不憫にも思えるけれど、やっぱり加山さんが愛しているのは夏美さんなのだ。たとえ亡くなったとしても、それは変わっていないのだろう。わざわざ三日月館を再建して、あんな祭壇まで用意して供養するなんて、普通じゃなかなかできないことだ。大切なものは失ってからその価値がよりよくわかる。そういうことなのかもしれない。三木本さんとかな子が一緒に暮らし始めたと知ったとき、
私は人生の何もかもを奪われたような気分だった。まあでもそうやな、好きやった人も、親友やと思ってた子も両方いなくなっちゃったやもんな。てか、この三木本さん、だいぶ三木本さんの顔わかるな。めっちゃヒゲ生えてるんや。あ、これさ、どうやって消すの？あ、こうや。三木本さんって結構ヒゲすごいんやね。なんか笑うとヒゲの下から歯が見えたとかって表現があったから、口ヒゲかと思ったけど、これ、あれやね、恩字みたいな感じやね。アルプスの少女ハイジの恩字ヒゲやな。もみあげのあたりからあるもんね、これ。恋も友情も同時に失ったのだ。私もまた、加山さんや敏夫さんと同じ、かけがえのないものを失った仲間なのだ。そう思うと少し勇気が湧いてきた。夏美さんを殺された加山さんと違って、私にはまだチャンスがある。まずはかな子に会おう。そしてちゃんと自分の思いを伝えよう。その先にどんな結末が待っていようとも。トールさんがふらふらと歩いてきた。あ、トールさんちょうどよかった。あれ、ここでさ、佐伯くんに会うときさ、ケイコちゃんってお盆持ってたっけ？あれ、こんな、多分このグラフィック出たはずやけど、お盆持ってた？うん、さっきの鍵あったでしょ？鍵？ああ。あの鍵、地下室の鍵なんですって。加山さんが調べてみたいから手伝ってくれって。鍵を見つけたのはトールさんだから、権利があるとかなんとか。ああ、いいけど。先に地下室で待ってるって言ってました。あ、そう。気の抜けた返事をしてトールさんは去っていった。私はかな子の部屋、7号室に向かう。誰ですか？ややためらった後、7号室のドアをノックすると、随分久しぶりに聞く懐かしい声が返ってきた。あたし、ケイコ。久しぶりだね。元気にしてた？しばらく何の返事も返ってこなかったけれど、これは予想していたことだ。かな子が休んでる間にね、夕食終わっちゃったんだ。それで、春子さんにかな子の分を持っていくよう頼まれたから。変に力まないように努めたけれど、ドア一枚の隔たりが邪魔をして、どうにもぎこちない言い方になってしまう。後で食べる、置いといて。かな子の答えはそっけないものだった。かな子ちゃんとの進展を思うならええやな。まあ、他の人のルートで見てて、なんか二人が仲良くしてる感じは全くなかったけどね。あ、ちょっと待って、いい時間か。一旦ここで終わりましょうか。ありがとうございました。